さあ始まりました、ムチチャンネル。さあ、はいですね、はい、横山来ていただきまして、さあ、小学校と社学どうだったのか、はい、どうだったんですか。え、両方ともめっちゃむずくなってたイメージ。ああ、むずくなってたイメージですか。はい、まあ、まだ社学は見れてないんで、まあ、正語しか解いてないから、はい、わかんないですけど、小学部に関しては、なんていうか、単語とか表現が難しかったなっていう印象だった。はい、去年より多分内容がわかりづらいんじゃないかなと思うんですね。だから去年も難しくなったって言ってたけど、いやいやいや、そんなこと言ったって過去にはね、いろんな早稲田の歴史遡ればいろんなところで出題されてるもんじゃんって思ったけど、今年のは小学部でこのレベル出してくるかっていう感じですね。今まあざっと読んだだけですけど、本文を、あの内容位置とか解いてないです。横山くるかりさんの単語とか解いてただけなんで、はい、なるほど、そういう感じだったわけですね。じゃあまあ聞いていきますか。英語、じゃあ小学部からいきますか。英語はどうでしょう。普通にめっちゃむずくなってたイメージ、前回よりも、去年よりも。あれはどうだ、あの会話は英語できちゃう人はまあスカサカサカっていっちゃうかな。いかないです英語できないんで。なんかすごいまあだから微妙な、なんていうか、返答としてそうだとかはいとかああいうのがちょ微妙なニュアンスのものが並んでるから、まあ、そこが難しいかな。だから普通に喋る人だったらわかるんです。こうやって喋ったらこうやって返ってくるっていうのはわかるんだけど、あれは受験生日本語訳にしたらわかんないんだろう。場面はわかった、喋ってる。ちょ、問題忘れちゃった。ダブルブッキングしちゃった人がさああ、そうそうそう、こう代わりにやっといてっつってたやつですね。あれだ、ビジネスのシーンで違えやすいポイントがいろいろあったなと思ったし、和文英訳も入って、はい、7語でっていうのがね、まあ、ハデッドハード、ネイティブだったら didn't hear も言うだろうな。ただ hear の形を変えるって書いてあったから、そうそう、だからハードって書くってなったらハデッドハードを通ってんのかなとちょっと思いましたけど、なかなかあれもきついとは思ったけど、でも本文読んでって、まあただやっぱりよく出るね、 AI があったりとか、うん、まあ、今年フェイクニュースもいくつも出てますから、総計ですね、はい、だから何個も同じのが来てるなっていう。で単語もやっぱり過去の他の学部の見とけばよかったっていうのがあります、うん、同じの問われてるからいくつだから、とにかく難しかったという。そうですね、昭和だから去年はそんな難しいところが、まあ、めっちゃ難しいのにとかって言われたけど、うん、いや今年のと比べたら全然去年の方が、ね、はい、去年の方が全然優しいと思ったね、はい、という感じで。国語はどうでした。僕は古漢は、うん、まあ、簡単で、ほうほう、現代文、うん、がちょっと難かったかな。お、原文がちょっと、そのちょっとがどれぐらいなのか、まあ、でも読みにくかったイメージです。うんうん、なるほど。で日本史ですね、はい、日本史は難かったですね。得意の日本史も火を吹かなかったですか、はい、なるほど。じゃあ今回はかなり厄介な戦いになったという、うん、そうですね、ことですね、うん、まあ、それは、まあ、英語に関しては見てて思った、あ、内容がとにかくむずいな今年は印象でしたが、まあ、まだそうですね、どうなのか分かりませんが、周りもみんなできてなければね、うん、わかんないんで結果は、はい、まあ、それでも高い点取ってくるのかな、みんな怖いな出題ミスでこれが困ったとか今回は大丈夫でしたか。昭和、昭和なんかミス多かった。ああ、現代文もなんか1問減ったり。そうだよね、あれなんだっけ、 ABCDE がイロハになったりとかっていうので、あれは影響は出た。いや、そんなすか、そんなには大丈夫だったって感じですね。しかしあれね、背景これで灰色で来るとちなみに目立たないからね、合格発表の時は灰色しか、灰色しないと。明日ですけどね、もうね、うん、ただまあ夜撮影だから明日には流せないから、ちょっとね、25日が夜によってさ、じゃあまあそんな感じでやったと。ショーはなかなかきつかったと今年は、はい、例年に比べて。英語だけじゃなくて日本史、日本史は多分結構難しくなってきました。ああ、かなりレベルが高かった、はい、それは正語的に、それともなんか語彙っていうか問われる単語的に問われることがですかね。ああ、なるほど。正語なんか2年前からがっつり減って、うん、ああ、なるほど。正語っていうか2つ選べ系、うんうん、がめっちゃ減りました。去年なんかゼロ、はんはんはん、今年も数個だった気がします。なるほどね。いやー、まあまあ、この後解いて、あ、そうか、来て、あ、そうだよね、あの小学部の問題とかってさ、そう、英語はさ、あの書かれてるやつがね、回答用紙に書かれてるやつあるからさ、あ、はい、これだけじゃ解けねえっていうね、はい、あれがやめてほしいわ、うん、3語目の単語は書いてありますとか言って、そうそう、どうやったって解けねえじゃんと思いながら、あの指すものがないじゃないかよと思った、うんうん、なんだ書いてあんだかよと思って、はい、思いましたけど、さ、はい、まあいいや。で、社学です。さ、社学はどうだったのか。英語は去年より多分、うん、本文は簡単、うん、お、本文は優しめだったわけですね、はい、でもなんか聞かれてることは普通にむずいですけど、あ、なんかゲームセオリーが最初の長文はあるなっていうのは、うん、パッとまだ見てないですけど、はい、ゲームセオリーが書いてあると思ったけど、ゼロサムゲームみたいな、そう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 、これ何回も出てますからね、うん、ゼロサムゲームは何度も出題されてますので、過去に総計で絶対に知っとかなきゃいけない
慶章の過去問で見ましたね、うん、おほらね、だから絶対他のもやっとくべきなんだ。でだから出題の出典もまあまあほぼほぼ同じ数個の中から4つが出るので、もう大体7つぐらいのうちから4つ決まって出るのが、もう社学ですから、はい、だからね、今年もワシントンポスト、ガーディアン、イコノミスト、ニューヨークタイムズってもう覚えられるもん。もう同じだから、いつも同じだから、またかみたいな感じでしたけど、やっぱり。で、正誤はどうでした？正誤は、うん、基本的なものもあったけど、はい、なんか一つだけなんかリカムはできました。ああ、リケイね、最初できました、ね、第1問ね、はい、他でも答え見てないの？答え出てないでしょ、まだ。何言ってんのか知らんけど、まあ、みんなが相違でみんながいろいろ言うやつでしょ。それで合ってないみたいなのがいっぱい出るらしいけど、はい、うん、まあだから取れる問題はまあまあまあ取れる。手術の一致とか、うん、取りやすいものは結構あるなと思ったけど、三単元の S は、そう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 、手術の一致でね、それだ、取りやすいのもあるなとは。あのまた加算不加算も出てたしね、うんうんうん、ようなやっぱりポイントですね、過去にこう出してるのと同じようなポイントがやっぱり出てるっていうのはありましたけど、でもってそうね、で長文自体はそれぞれ読んでって、まあ読みやすさはあったけど問題は問題は酷ですね。あ、なるほど、酷だったということですね。どうでしたか、受けた皆さん、ぜひですね言ってください、こうだったみたいなの。じゃあその他のやつですよ。国語は、国語はいつも通り、うん、もういつも通りがわからんわ。いつも通り別にそんなむずくないみたいな。ああなるほど、取れた。そうですね、多分結構いいんじゃないかなと体感。現代文は、現代文もどんなんだったっけ。え、でも昨日のことでしょ。どんなんだっけって。小が、小の言が結構きつかったイメージが良くて、うん、それ以外は社学は大丈夫、はい、古文漢文は、古文漢文も優しい、変わらず優しくみたいな。あ、なるほど、優しい。じゃあ社学の国語はできた、はい、じゃあ全部の中で一番これができた、総計受けてった中で、中でだと慶応の論文テストですかね。慶応の論文テストが一番。あ、なるほどね。で、持ってじゃあ日本史ですよ。なんか去年とか例年は結構鬼畜なもんが多かったんですけど、うんうん、多分めっちゃ優しくなってて、おお、へえ、なんか全然変なの聞かれなかった。そうだったんだ、結構いいからと思う。あら、意外と社学ができた感がある。いやいやそう、どういうことだよ。でもみんなできてたらそんな意味ないんで。まあそうね、まあだからこれで全て終わりましたから、はい、とかもう終わった途端にもう超怠け者に。いやだって押さえ一個も受けてないんですから、ね、はい、もうなんかあとちょっとで終わるとかって前々言ってたけど、そんな怖くないんかいって思ったけどね。じゃあまあ受けてみて、まあ、教育、人科、小、社学ときて、で慶応が小ときて、はい、総括してどうなの、ここがかなり厳しかった、ここが、まあ、全部厳しいですよ。全部厳しいんだ。英語がきつかった感じかな、どれも。そうですね、うん、全部英語きついっす。全部英語きつい。国語がまあ取れるとこ取れないとこがあって、もう日本史でねやっぱ取ってほしかったけどね、うん、日本史がそう簡単にはいかんかった。慶応も日本史どうだったんだっけ、忘れしたけど、サベちゃんで出したけど 78% ぐらいですかね。ああ、でもそんだけいけてるんだから、まあまあまあ、まだ望みはなきにしもあらずでございますんで、とりあえずまあ明日夜撮って、明日スキー行くんですよ。はぁ、何時に。朝っぱから朝何時帰ってくるの。それが分かんないんで、ちょっと次の日にするかもしれない。25にするの方が、うん、まあありがたいです。25の昼だね、そしたら OK です。昼の俺がトイック受けて帰ってきて、トイックの動画撮ってからだから、ちょうど 4時ぐらいだったかな。なんでスキーって。ちょっともう余裕だな。いや余裕もクソもないじゃないですか、終わっちゃったスキーって。だってもうね、だからそうそう、ユーロのさ、あれ見た、ユーロの時、ユーロが北海道行ってる時に合格発表だから、その富山大のだから、それでそしたら和子がスキー行きたいって言ってそしたらユーロが受験生がやってるのに滑るってどういうことだっつって。スキー行きたい。スキーなんだ、スノボじゃないの。スノボちょっと鎖骨折ってからトラウマえぐいっす。そうなの、北海道育ちなんです。あ、そうなの。なんだ、じゃあね、そのユーロの発表の時みんなで行けばよかった。3月みんなスキーしてて、みんなスキーしてて。あ、そうだったんですね、北海道。それじゃあ、まあ25のじゃあ、別に北海道にスキーに行くわけじゃないでしょ。はい、どこに、どこでできるのスキー。え、新潟っすか。新潟まで行くんだ。もちろん。じゃあもう25にしよう。危ない。 OK、はい、2時間遅刻してこられると困るし。いや、すいません。はい、15時はい、ということでぜひ応援してあげてください。ここから、はい、横山の結果がどんどん出ていきますし、はい、和子もユーロが一番わかんないですけど、いつどういう結果なのか。まだ国立はしか受けてないですか。いや、もう私立はもう終わってるはず。終わってて、でだから国立の時まで見たくない。いや、それは最後まで見たくないですよ。そうなの。
そうじゃないですか。まあでも確かにそう言われれば、まあ、そもそも受けてたのが少なかったからあれだけど、その慶応の結果の次の日に千葉大だったから。え、国立受けてたんですか。俺抑え国立だよ。え、何言ってんの。そうだったんですか。千葉大を抑えにしたんだよ。千葉大、そう、みんななんか渋々っていうか、千葉大受かってるから俺。あ、そうなんですか。そうですよ。俺は慶応文学部に行きたくて行ってるのに、慶文村田をたらって言われるけど、行きたいから行ったんだけど。はい、ございました。うん、だから確かに見には行かなかった。あ、そうそう、当時はだって携帯で見るとかないからさ、行かなかった。掲示板いいっすよね。そう、掲示板がね、やっぱよくて、だから行けばよかったなってすごい後悔してるけどね。あ、はい、行ってみればよかったなって。それでなんかチェックして、親がだからチェックした、うん、で親がチェックして、別に掲示板じゃないですよ、そんな時代じゃないですか、ね、だから親が掲示板まで行ったわけじゃないですよ。それでチェックして、あったよ、なかったら電話してこなかったかなちょっと思ったけどね。それで、でだからもうこれで受験終わりだねって言われたけど、いや、俺はこの1年リベンジするために勉強してきたから、だから千葉大受けるって。あ、千葉大受けよう。そう、だから千葉大受けるって言って受けに行ったんですよ、わざわざ。別にもう合格して行きもしないけどっていうことだったんですね。はい、では応援してあげてください。はい、ご視聴ありがとうございました。竹ぼうちん、はい、受験した皆さんお疲れ様でした。国立の皆さん、ここから頑張ってください。明日ですか。25、25か、うん、24のとこもあるけど、だと東大とか25、26、2日あるか。